エチ巡礼は、いがらし作による日本のライトノベル。イラストは、三輪の双葉が担当している。電撃文庫から刊行されている。本作について、作者のいがらは、自身が出かけることや旅行に行くことが好きであったことと、アニメが好きだったことから、好きなものを詰め込んだ作品となったと述べている。また、いがらしは、本作を読んで、少しでも、 聖地巡礼に興味を持ってくれた人が実際に現地に行った時のガイドブックとなれば幸いとの趣旨で本作の狙いを語っている。五十嵐によると作中に登場する地名やお店は可能な限り実在するものを使用していると述べており同作者による別の作品も登場する。柏崎ゆきとは高校で仲良くなった星崎夏菜に頼まれ7年間自宅に引きこもったまま 出てこない花屋敷清花のもとを訪れた。目の前に広がる東京のジオラマに驚きを受けていると、そのジオラマでレポートを取る清花が目に入る。最初は、レープマと間違われるも、どうにか話を聞くことができた孔人。清花の趣味は、アニメや漫画の聖地を巡礼すること、野望は、自身のサイトを聖地の写真でいっぱいにすることだった。しかし清花は、 実際に聖地に足を運んだことはなくグーグル、ストリートビューや AR 技術を駆使して聖地を訪れた気になっていた。そんな清花を見た孔人は彼女を本当の聖地巡礼に誘うことを決意する。花屋敷清花の聖地巡礼2013年6月7日。 観光 ISBN978 から4から04から89万1745から2花屋敷き吉花の聖地巡礼に2013年10月10日。観光 ISBN978 から四から04から86万6029から7。ありがとうございます。